では次にこのケースの中を見ていきます。その前にこの上にあるこれが加山さんのソングライブリーライブラリー、これが日本武道館の加山さんのライブの CD。 これはなんだ、これはこうやるセガサターンのゲームだ。これはこうやる放課後編セガサターンのゲームだ。この機械ないからこれできないね。これが、あ、これもほうき星ミスターチルドレン、よいしょよいしょ。まあこうしてジャックベリー、ここはほぼ CD が入っていると思います。よし、1段目はあれカセットだ、カセットも出てきた。遠野寺へあなた、遠野物語の出た、懐かしい天地真理ちゃんのカセット。うわ、岡林信恵さん、学生の頃よく聞いてたね、これ。あとは井上陽水カセット、うん、CD。 ここにもあるわ、遠野物語。あ、泉谷さん大好きだった、ホークシンガー。あ、これも二色の駒、井上陽水。またあるね、あと何か。これこんな感じかな。1段目はこれをこっちに持っていって、あ、このとこ。2段目はよいしょ、なんだろう、小袋。宇多田ヒカル、これはあれだよね、これもうジジイになると名前が出てこない。これは未使用のやつ。これは何だ、レミオロメン。これは私のではないですね。君がいるスキマスイッチ、スマップ。これはゆず、あ、ゆず、さっきのあれもゆずだった。
あ、これは私のダウンタウンブギフィバンドと、これはミスターチルドレン、これはわからない、わからない、まあこんな感じで、3段目はよいしょ、ゆず、ミスターチルド、ゆずと、これが、あ、かぐや姫だ、オールベスト、これは私の、これは高則負けす、ね、わかんない、高則負けすレボリューションベスト、あ、よいしょ、ザ・ブルーハーツ、いろんなもんがあるね、これはなんだ、ミスターチルド、これは多分子供たちが置いてったものだと思います。あと